はい、皆さんこんにちは、渡辺グルビッシュです。では今回は提督の決断方法パープキット続きをプレイしていきたいと思います。前回ですね、まあ死闘の末ハワイを攻略したので、まずこのハワイにですね飛行場を建設していきましょう。ハワイは絶対に守らなきゃいけないところなんで、そのハワイに飛行場を建設していきます。1個はね、揚陸部隊を送り込んでそこに配備をしてあるんで、まあ良しとしていいと思うんですけど、第2第3の飛行場、これもすぐに建設に入ります。であとはですね、先に情報活動とかこの辺りやっておきましょうか。この後インド洋の方に艦隊を向け直します。一度で、兵器開発はどうする？正規空母信濃型、これ47機しかね搭載できないんですよね、艦載機。まあいわゆる装甲空母と呼ばれる空母なんですけど、確かに装甲は厚いよね、圧倒的にさ。まあ雲竜型の正規空母せっかくなんで開発しますか。お金による余裕あるし、あと甲斐大和型、これもいずれ連合艦隊の総機関として動いてもらいましょう。で新兵器の方は大型中型、まあ、この辺りはお金が余裕がある時にしましょう。今はねそのお金に余裕がないので残念ながら。で物資援助は、そうだな、アルミ不足してるようなのでドイツに気前よくアルミ5000を進呈しましょう。で航空機の生産、輸送船、この辺りやっていきます。まずはそうだな、輸送船を5隻で、これ忘れないうちに早速、あハワイはそうかダッシュしたから輸送船は配備済みの状態ですね。そうするとどっかが輸送船足りてなかったよね。南下、いや違うね、レイテかな、レイテも十分だよね。じゃあいいか、無駄に使っちゃったかなという感じもしなくもないですけど、ソロモンとかね、もう全く資源的にうまみはないですからね。南太平洋とかもねうまみは全くないんで、まあほっといてもいいかなって感じだな。ちょっとじゃあ輸送船もったいなかったですけど、まあ今後使うんでよしとしましょう。で航空機だ、問題の航空機、まずは冷戦の32型、これが未配備数が21機だけ、ちょっと数が少ないね。であとは今の主力の爆撃機水星、これ未配備数が0になってる、27で、あとは97の観光、これも未配備が0になってるな。いやーなかなか苦しいね。で艦船の方ですが、これは空母をね作っていきます。さっきのハワイの戦いで空母ダメージ受けてるんで、ここは昇格型の空母、これを建設。神格沈んだからね、第二世代の神格と銘打って作っていきましょう。これでお金もなくなっちゃったか。未配備艦はちなみに何がある？特にないね。で、そうすると飛行場も作れないし艦隊の移動編成っていう話だけど、新規では新王、さらに従順の2隻、これだけか。心もとないな。そしたらですね、まずはハワイに駐留させる艦隊、これがどの艦隊をどう配備しておくかっていう話なんですけど、今第1第2第3という感じか。で第3はじゃあ空母を増強して、これをインド洋方面に、で第2艦隊ですね、これも増強して
インド洋方面に向けましょう。で、代わりといってはなんなんですが、そうか、この第6艦隊と第2艦隊合わせちゃいましょう、そもそもという話で。いや違うな、今ミッドウェイにいるからどうにもならないね。じゃあ第6艦隊だね、今ミッドウェイに入っている第6艦隊、これを一度日本に戻します。いや日本に戻すっていうか、マラッカに直送しちゃえばいいね。でマラッカで艦隊を再編すればいいでしょう。で第4艦隊はこのままマラッカ海峡に駐留、第6艦隊は今指示出したようにマラッカ海峡をシンガポールに派遣します。で第11艦隊はこれハワイで待機、第12艦隊もハワイで待機かな。ちょっとハワイがかなり手薄になるね。そこが唯一の心配なポイントかな。ハワイに急いで味方の艦隊の増援を出したいな。となるとそれまでの間飛行場だな、航空機の配備見直しましょう。まずはミッドウェイ、こっからミッドウェイはもう全て引き上げ済み。となると南太平洋は、南太平洋いっぱいいるね。南太平洋から全ての航空機を撤収させましょう。でその代わりにハワイに大増強をかける、まあ、それが多分一番いいでしょう。この南太平洋に今更ね航空機置いといてももったいないだけなんで、これをゼロにしちゃいます。他航空機無駄に配備してるところないよね。というかそもそも基地がないからね。小笠原沖とか飛行機撤収済みだね。となるとじゃあやっぱりハワイ、ここに航空機をむちゃくちゃにこれでもかと配備していきましょう。まずは爆撃機の彗星が未配備数が33、これ103に増強して、救難士の飛空艇これ96の立候補に全部変えよう。で護衛機が24、直縁が20、直縁の数を1個減らして19で、護衛機の数も19に減らして、で偵察機を12増やしましょう。これでどう？これでそれなりにまとまったものになったんじゃないかな。で、あとはこの第一艦隊はハワイで待機なんで、井上、小沢、近藤、この三提督を第二艦隊に乗せ替えます。まず近藤さんで、あとはミッドウェイに入っているこの空母にも提督を乗せ替えましょう。井上さんを乗せる。ああ、南雲さんの空母沈んでんだな。となると南雲さんの空母、南雲さんの空母ってか南雲も空母に乗せましょう。磯六も沈んでるな。じゃあ磯六だなという感じで、それなりに空母の数は揃ってきてるね。で、あとは傷ついたこの防衛するための艦隊ですね。ここにはしっかりと小沢さんが乗ったままか。じゃあ小沢さんの乗った原理を機関にして、とはいえ、まあ、これもすぐに撤収させますけどね。小沢さんは最前線に移ってもらうんで、とりあえず空母の増強だけはしておきましょう。艦載機がだいぶすり減らされてますからね。じゃあこれでいいかな。じゃあ時間を進めていきます。ハワイに侵入してこなければいいなっていうところだけど、とりあえずは大丈夫でしたね。お、冷戦の22型、これが生産可能になったか。
で、新たに開発可能になったのが冷戦の52型。これすぐにやりましょう。じゃあまずは、兵器開発で今の冷戦の52型、これをすぐに始めます。で、あとは技術開発ね。これ薄く入れていきましょう。で、物資援助は、じゃあ今回は鉄を上げましょう。情報活動はいいね。で、続いて艦船の製造なんですが、これは空母。もうね、空母をバカみたいに作っていきましょう。とはいえ、昇格ばっかり作ってても能なしだからな。信濃型、見た目かっこいいよね。まあ今回は飛竜にしますか。新竜、山口多門さんが持ってた飛竜型と同じタイプのもので、あとは新しく空母を設計していきたいんですが、これは信濃型の空母をベースに作っていくのがいいかな。見た目がかっこいいのがいいですからね、やっぱり。となると、そうだな、ちょっと本当にそれ必要っていうのはあるんですけど、信濃型これ開発しましょう。で、まあ、それは置いといてだ。護衛艦ですね。空母の護衛艦。空母の数は揃ってきてますけど、護衛艦全然いないからね、今。航空艦を、それこそ何隻か作っていきましょう。ここがね、ちょっとめんどくさいとこなんですよね。PS 版だと、この辺りは数を入力して、例えば、10隻これを作りたいってなると10って入れたらバーンと出来上がるんで、そこが良かったところなんですけどね。従順は作れるだけの金はないかな。最上型は作れなくても、1254っていう金の中で作れる従順いる？いるね。青葉はどうだ。例えば青葉の装甲と最上の装甲を比べると、やっぱ最上の圧倒的に装甲は強いよね。ただ青葉型でしょうがないでしょう。と思ったら鉄がなくて、どっちにしてもダメでした。じゃあこれでいいね。全て使い切って、あとは航空機だけ残り使って生産していきましょう。今欲しいのは冷戦の22型。いやー、これさ、まとまった数作れないよね。だって19だもんね。だったら水星だな。今だとまだ。で、ハワイの方は艦隊の再編ですね。まあ、第11と第12の両艦隊、これを、まあ、うまいことしていくしかないのかなって感じはするけどな。まあ、第16艦隊と銘打って、第12と第16の艦隊を合わせちゃいましょう。これでいいかな。で、せっかくなんで、このマラッカ海峡に入っている第4艦隊、これもちょっと第4っていうとね、主力の艦艇の雰囲気がどうしてもあるんで、これ第15艦隊としてネーミングだけ変えちゃいましょう。これでいいかな。気になるのがアメリカ軍の動向だけど、これはどうだ。ちょっと待って、よくよく見るとこれ空母の数さえ揃えばアメリカの西海岸も取れるぞ。艦隊戻そう。ちょっと右往左往した感はあるけど、これハワイでドックで直して先に西海岸まで取ろう。いやー、この一端がどう出るかだな。基地と出るか京都出るかというか、まあ京都出る以外にないんですけどね。戦艦ヤマト、これはじゃあ早速シンガポール方面に出しましょう。天山はただ夜間が無理か。まあね、攻撃機なんで夜間は難しいのかもしれないですね、爆撃機と違って。ただ艦上タイプの攻撃機に関して言うと、もうこの天山を主力にするしかないからね。
ではまずは戦艦ヤマト、これを出していきましょう。これをシンガポールへ。で、あとはいつものことをやっていくんですが、兵器開発。まあ、これは新しいものはないんでいいでしょう。技術開発だな。今回も薄く入れていく以外にないな。で、物資援助は。今回はちょっとこっちもないからね。となると、無駄に石油の押し売りをして、諜報活動はアメリカ西海岸。アメリカ西海岸、本当に落とせんのかって話だよな。となると、アメリカ西海岸に増強が必要だな、艦隊の。ただ、こちらも艦隊今、ボロボロだからね。第8艦隊、マラッカの第8。これ戻す？いやー、ないよな。まあ、とりあえず、第3と第8をこう合体させるしかないから、合体させるでしょ？そうするとますますもって厳しいな。ますますもって本当に厳しい。艦載機もボロボロだっていうのはあるけどさ。とりあえず、なんか指令が2点3点してしまって微妙な感じになってるけど、空母に提督を戻します。航空レベルがそれなりに高い人材がいいんだけどな。イソロクさんをとりあえず戻そう。で、空母赤城。これ一番乗るからね。栗田さんか。微妙だね。宇垣にしとこう。で、あとは潜水艦に、まあ、人を乗せてく。まあ、本当にここは、言ってみれば気持ちの問題に近い部分はあるんで、水雷戦を展開するっていう意味だと、駆逐艦だよね。とりあえず、従順に人を乗せていきます。人を乗せて乗せて、乗せまくって、で、この主力の艦隊で、取ろう。ロサンゼルスを取ろう。水雷、水雷、航空。航空って言われてもさ、乗れないからね、今の階級だと。もうちょっと階級上げてくれればね、それこそちゃんと乗るんだけど、この辺りはもう水雷、軽巡は水雷可能なんで、軽巡、駆逐艦には水雷得意な人を乗せていってあげましょう。第2艦隊もね、しっかり増強してあげたいけど、まあいいか、島さん乗せとく？で、青葉。大森仙太郎。ちなみに僕のね、おじいちゃんも、亡くなってますけど、は、戦一でしたね。戦一。この辺りはもう適当に乗せていきましょう。ぶっちゃけ、誰でもいいやっていう、そういうレベルなんで。
カリフォルニアを落とすにはちょっと艦隊の数少ないよなっていうかさ、そもそもハワイ攻略した時にほとんどの艦艇失ってるから、どうなんでしょうね。カリフォルニア攻略するだけの力ないでしょう。今思えば。となると、どうなんでしょうね。空母を作るしかないね。空母を、それこそ、昇格型の空母を、いやー、鉄だいぶ使うなー。鉄の消耗が激しすぎるわ。いや、飛竜だな。飛竜をあと2、3隻増強する以外に道はないな。じゃあこれでターン送ってきます。航空水上レーダーだね。で、さらに新たな技術で航空用エンジン。これはやりたいけど、金があるのかどうかだな。あ、ハワイ攻略成功してるんで、金が2万1000も入ってくる。これはありがたい。さて、次は、じゃあアメリカ西海岸だね。まあちょっと、2ヶ月で取れるかというと、正直微妙だなっていうのはありますけど。新兵器、エンジンは早々に着手。で、今回金はあるんで、成金ぶりを発揮しよう。まずは、マラッカ海峡。ここに、新たに航空基地を建設。で、今回それこそ本当に金はあるんで、技術開発久しぶりに、ドカドカドカーと突っ込みましょう。で、物資援助は、いやーもうちょっとね、鉄がこっちもきついんで、鉄はちょっと上げられないんだけど、代わりに、空母を大量に作って、インド洋方面に進出させます。それで許してっていう感じかな。飛竜。これを今回作れるだけ作ろう。鉄があるだけ作る。まあ飛竜もね、今後の戦いで、まあ、どこまでこの飛竜で対応できるのっていう疑問はあるのはあるんですけどね。まあやっぱり装甲空母じゃないときついんじゃないかとか、あとは艦載量ですね。空母としての73機っていうのは決して多い方ではないんで、まあそれがどうなんだいというのはもちろんあると思うんですが、じゃあ航空機は22型だな。冷戦の22型、これを思い切って150機で、アルミの許す限りという意味で電座、これを36機。そうすると、空母に乗せる搭載機っていうかな、それもちょっと変わってくるよね。救難式の艦砲の代わりに天山を36乗せると。どうよ。水星が足りないんだな。水星が全然足りてないね。水星をちょっと用意しといた方が良かったかな。まあまあ、ただこの後すぐにハワイに攻められる心配はないんで、まだね。新素材、航空機の機体をより強化できますっていうものと、航空用のエンジンですね。じゃあ、まずは兵器開発で新兵器、航空機開発、新しいものはないね。じゃあ技術開発だな。まあ、今回薄くだね。結局金がないっていう。で、物資援助は石油の押し売りをしておいて、腸活動は入ってるので良しとしましょう。で、ハワイの艦隊どうなってるかという
とハワイの艦隊は、次週で全ての艦艇が修理明けになりますね。では今回も艦船から作っていきましょう。で、空母を大量に作ったのはいいんですが、空母の随伴艦ですね、これが全くないんで、空母の随伴艦として青葉型、これを数で言うとそれなりに必要になってくるかな。鉄が足りないよな。となるとやっぱり防空艦になってくんだよね。敵の航空攻撃をこの防空艦でしっかり排除してもらうと、まあ、そういう動きを期待してます。で、航空機、これは水星、これを47。いやー、鉄がないな。金はあるけど鉄がないか。アルミもない、鉄もない。となると、こういう時に兵器開発で大型ディーゼル、中型ディーゼル入れておきましょう。で、本当にお金なくなったね。大砲が完成、完成というかこれで建造可能になったって言った方がいいのかな。で、空母2隻が完成。どうする、この空母2隻をさ、第2艦隊に配備する。第2艦隊の王将、これさ、行ってみてもカスじゃないですか。だったら、空母、そうだね、ちょっと見直そう。編成で、いやー、待て待て待て、本当にそれでいいのか。そうするとだ、新しく艦隊を再編するっていうよりかは、作っちゃうっていうのも手だよね。数はそれなりに揃ってると思うんで、第5艦隊として、いやー、揃ってなかったわー。揃ってるかなーって期待したんだけど、揃ってなかったですね。ただないよりはマシっていうのは間違いないんで、第5艦隊、提督は誰も乗せられないよね。乗せられないんですが、艦載機乗せて、防空艦も入ってるからね、ここ行っても。水星の数が足りないね。じゃあ先にいつものことをやっちゃいましょう。で、物資援助は石油の押し売りをして、で、生産、今回生産するのはまずは航空機からやりましょう。水星の数が足りてないっていうのがさっき見てもらった通り明らかなんで、水星を、いやー、アルミがないね。アルミが本当にない。で、この第5艦隊をハワイに進出させて、ハワイ攻略の2に当たらせましょう。で、鉄ができてるんで、この鉄を使って空母とその随伴艦を作っていきます。まあ、ちょっと一隻さ、大砲型作りたいよな、せっかくなんで。めちゃくちゃ鉄使うけど、で、あとは随伴艦を作っていきます。そうか、普通のさ、防空艦以外の駆逐艦も作っておかないといざっていう時危ないよね。敵に接近された時、せめて魚雷を発射して敵を攻撃できないと危なくて見てられないよな。
じゃあこれで時間を進めていきましょう。で、これで新しくまた空母が一隻完成してます。でハワイの方は、飛行場ができたんで飛行場に配備していきましょう。でまたちょっとね音がねすぐなくなっちゃうんですよね。バグなのか何なのか分かんないんだけど、今回はというか最近お金は余るようになってきて資源が足りないなって感じになってるね。で今回も航空機から作っていきましょう。本当に数が足りなくなってるからね。で、これでアルミがなくなったでしょ？で、残りは、じゃあ、また空母を作っていこう。空母。大砲型の空母。見た目は大砲型の空母かっこいいからな、やっぱり。欲しくなるね、この大砲型の空母の形は。で、あとは随伴艦を適当に作っていきます。まあ、特にこだわりはないんで、随伴艦に関しては。本当に適当にサラサラと作っていく感じかな。で、日本近海というより日本では新しく艦隊を作っちゃってこれをマラッカ方面に派遣していきましょう。先にシンガポール攻略した後、インド洋に進出しようかなと思ったんですが、ハワイにね、目標を変えましたからね。ではちょっといい時間になりましたんで、今回回線はなかったんですが、次の目標として、カリフォルニア、ロサンゼルス、アメリカ西海岸攻略を行っていきたいと思いますんで、次回その続きをプレイしていきたいと思います。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。